今日は前回に引き続き、股関節のストレッチ方法についてご紹介していきます。今日は股関節の内側と外側を同時に伸ばしていくストレッチです。前回も言ったように、かなりバランスが必要になってきますので、持つ何かこう壁とか、持つものがあると安定してやりやすくなっております。では左足でやっていきます。膝から先はリラックスさせていただいて、股関節を大きく内側と外側に振っていきます。この時ポイントになってくるのがつま先の向きで、内側に動かす時はつま先を内側に、外側に動かす時はつま先を外側に向かすようにするとより効果的です。5回から10回程度繰り返してください。前回も言ったように周りにぶつかるものがないかどうか確認してから行ってください。以上です。